はい、こんにちは、アクタガード申します。今回はですね、皆さんお待ちかねというよりも昨日やったばっかか。昨日ね、ストライク3つだけだ。マシンナーズのね、デッキを紹介したと思うんですが、今回は大会寄りをね、大会を意識した、ちょっとガチ寄りの、デッキを、作ってみました。サイドデッキ、エクストラデッキなどは後半にて、もちろんね、皆さんに紹介していきたいと思います。今回、題名にもある通り、スキドレマシンナーズです。皆さんこれ懐かしいと思う人は懐かしいと思うんじゃないでしょうか。これ驚きなのはね、これツイッターでね、僕がまあ大会に出てきたんですけど、まあ全勝とはさすがにいかなかったんですが、まあ戦えるレベルには十分なってて、個人的にも使ってて非常に楽しいと思えるものだったんですけれども、リップとか来てね、スキトレとマシンナーズって相性いいんですかっていうのがものすごい多かったんですよ。驚きでしたね、これね。皆さん知ってる通りね、スキトレマシンナーズっていうデッキあったんですよ。劣気として。劣気としてあって、大会にもいたんです。普通にいたんです。だから、それがね、みんな、知らない世代もこれ出てきたんだなぁと、もうしみじみになってきましたね。時代の移り変わりっていうのはなんか、諸行無常というかなんだよ。なんかね、心に来るもんがありますな。はい、それでね、もうちょっとさっさとね、紹介していきたいんですけどね、今回ね、自分なりにね、すごいスッキリした構築というよりね、パンパンパンとピン差し一切ないっていうものになったんですよ。ピン差しというカードが一切ないっていうか、はい、これってなってね。まあ、個人的にはすごいしっくりした構築になったと思います。うん。なんか見てて綺麗になったんじゃねと、個人的に自画自賛したいかな。はい、それじゃあ行っていきたいと思います。まずモンスターから、マシンナーズカーネル3枚、マシンナーズメタルクランチ3枚、マシンナーズエアリーダー3枚、マシンナーズフォートレス3枚、マシンナーズギアフレーム3枚、増殖する G3 枚、ハルララ2枚、屋敷わらし3枚、モンスター以上です。次、魔法カード。マシンナーズ、フォーメーションか。マシンナーズフォーメーションでいいんだよな。ディフェンスラインで間違いない。マシンナーズフォーメーション3枚。攻撃的、銀マンナツボ3枚。魔法カード以上です。6枚ですね。次に、トラップカード。無限包容2枚。マシンナーズオーバードライブ3枚。スキルドレイン3枚。無力の証明3枚。はい、以上です。それではやっていきましょう。まずは、マシンナーズカーネル。これはもう確定で3枚です。まず、これをいかにして墓地に落とすか、あるいは SS することができるかどうかです。墓穴の指名者の恐怖をこらえてでもできれば墓地に置いておきたいですね。アドバンテージを取りたいというのならば。別にオーバードライブから直接持ってくるというのもありなんですけれども、それだとアドバンテージが取りにくいと思います。ほとんどの場合においてね。ですので、できうるならば墓地に置いといて何度も使いますというやり方が欲しいですね。次にマスキンナーズメタルクランチ。これが3枚ですね。昨日のね、ストラク3個のやつには入ってなかったですね。V ジャンプの構築なんですが、これ、妥協召喚可能。表側表示のカードがない場合、妥協召喚が可能で、妥協召喚した時は攻撃力1800になります。そしてですね、このカードが召喚特殊召喚に成功した時、デッキからマシンナーズカードを3枚選んで、モンスターを3枚選んで、そのうちランダムに1枚手札に加える。ぶっちゃけないし、サーチ性能としてはギアフレームの方がはるかに上です。確実に持ってこれるんでね。ですが、このカードが一番このカードが使えるのは、特殊召喚にも対応できるということです。これが一番強い。これが非常に強い。マシンナーズオーバードライブから、まあ、このデッキだと持ってこれるのがカーネルを破壊した時なんですけれども、マシンナーズオーバードライブから持ってきて SS ということができます。他にもね、エアレイダーからカーネルを対象に選択して特殊召喚することも可能です。で、効果を発動して、さらに1枚カードが増えるということができるんで、これが一番重要。で、プラスですね、妥協召喚なので、ここに、例えば、ベーラーとか無限包容を食らうと2800になるんですよ。攻撃効果無効になるから。相手からするならば、ここにベーラー打っても1800のモンスターですよ。こいつに打ったら2800のモンスターが陣取るので、打ちにくいわけです。まあ、ここが非常に自分的にも気に入ってるので、初頭で、例えばマシンナーズフォーメーションから持ってくるときは、必ず、最初の1手目は必ずメタルクランチから行きましょう。後半で腐っていくことが多いと思います、これ。フィールド上に表側表示があると、使えなくなるので、召喚できなくなるので。だから、1手目でやるときは絶対にメタルクランチ。確定で。で、次にエアレイダー。デッキから持ってくるモンスターなのですが、このデッキだと、他のね、マシンナーズを採用していないので、持ってくるのはほとんど自身を破壊してフォートレスだと思います。フォートレスのリクルート効果と思った方がいいでしょう。プラス、マシンナーズカーネルを墓地に捨てることができるというのがでかい。これが非常にでかいです。マシンナーズカーネルを墓地に捨てることができて、しつつ自身を起動してマシンナーズカーネルを起動させることができるというので、それだけでも十分価値がある。で、マシンナーズフォートレス。これはもう3枚。もうこれも言ったと思うんですけども、マシンナーズはフォートレスのビートです。フォートレスビートデッキです。絶対にこれを。多分、これでマシンナーズを使う上で切りに行く上で、フォートレスを使わないことはないです。カーネル使うことはなくても、フォートレスを使わないことはないです。絶対ないです。で、マシンナーズギアフレーム。
1800のモンスターなんですけれども、これはね、スキルドレインの影響下だと弱い、プラス、最初のサーチだとメタルクランチの方が強い。で、デュエルが進んでいくと、ギアフレームが使いにくいということで、あんまり優先度は昔ほどではない。でも、初動を9枚耐性なんですね、マシンナーズというのは。タンタンタンと。9枚耐性なので、ここは外せない。間違いなく外せないので、ここは3枚。他のマシンナーズ、採用しようかなと思ったんですけど、スキドレなので、やはり、もう、スキドレの影響をあまり受けないモンスターを使いたいわけです。ですので、デッキからね、バゼストレージとかはスキドレの影響をもろ受けますし、自分のターンで発動するマシンナーズね、新規のマシンナーズも、スキドレの影響下をもろに受けてしまう。この5つ、エアリーダーの場合はスキドレに遅延して撃つことができるので。で、ハンドリアツ、増殖する銃、ハルウララ、屋敷わらしですね。増殖ハルウララはいいとして、この屋敷わらしなんですが、このデッキ一番きついのは当たり前なんですが、墓穴の指名者です。ゴミカスステロイドハゲです。墓穴の指名者というカードは、もう僕が最もヘイトを向けるカードと言っても過言ではないでしょう。僕的にはハリファイバーより墓穴の指名者頼むから消えてくれと言いたいです。ハリファイバー、リンクロス、ドラグーン、ベルデアナゴンダ、リリーサ、それよりも墓穴の指名者消えてくれと言いたいです。僕はね。ですので、それに対するメタとして屋敷わらしを入れています。他にもですね、今、オルフェゴールが流行ってますよね。オルフェゴールが流行ってる。ということは、システムダウンが入ってるんですよ。サイドデッキで。それに対するメタでもあるわけです。これはね。で、魔法カード、極力もう完全に少なくしました。フォーメーションと合金だけ。それだけです。もうぶっちゃけ他に使うことがほとんどないかなと思って。リミッター解除は入れてたんですけれども、すいません。抜きましたね。これちょっと昨日の生放送でも言ったと思うんですけどね。YouTube ライブでも言ったと思うんですけども。やはりね、リミッター解除強いんですよ。めっちゃ強いんです。このおかげで勝ったことも一個あったんですが、やはりどこかね、甘えの部分が出てきてしまう。これがこれだったらなと思うところが、やっぱりただあってしまう。で、トラップ。無限包容2枚。ここもまあいいかなーって感じです。まあ3枚でもいいかなーって感じはしたんですけどね。やはりまあちょっと枠的に考えてね。で、マシンナーズオーバードライブ3枚。これですね。超重要ですね。マシンナーズオーバードライブ。一番重要なのはカーネルを持ってこれるということ。直接ね。直接カーネルを持ってこれるということ。メタルクランチも持ってこれるということ。他にもですね、ここら辺はもう、ここはもう、自信で持ってこれるんでいいとして、もう寄ってくるのはこの2つなんですが、これが非常にでかい。特にメタルクランチを持ってくるのはめっちゃでかいですね。メタルクランチを持ってくるのはすごくでかい。やばいぐらいにでかい。まあ、これのおかげで、もう第4の初動と言っても過言ではなくなりましたね、これのおかげで。まあ、だからギアフレームに、ね、ベーラー打たれたところでね、これがあればデッキから持ってくれるわけですから。で、はい、スキルドレイン、これなんですよ。このデッキの、もう最強のカードです。スキルドレインを使う上で一番重要なことなんですが、まずスキルドレインの影響を受けないカードを考えること。まず、フォートレス、カーネル、ここですね。まあ、カーネルの場合は、全体効果は使えなくなるんですけども、3000のビートができるという時点で強い。で、フォートレスは言わずもがなんです。フォートレスがいるおかげで、スキルドレインは、フォートレスのね、自爆特攻の効果で、万能除去にもなり得ます。相手フィールド上のモンスターがいればね。別に効果力のモンスターがいなければ、ビートすればいいだけの話で。で、逆に、影響を受けるカード。ギアフレーム、エアレイダー、メタルクランチ。メタルクランチは妥協召喚しているモンスターがすでにいるのならば2800に変貌する。という効果があるので、そんな問題ないんですが、特にここら辺は後半腐っていくと思います。特にギアフレームは腐っていく。エアレイダーの場合はフォートレスを蘇生する役目がありますが、ギアフレームは完全に腐っていくと思います。そこをどうやってやるかを、まあ、例えばオーバードライブを使って、スキルドレイン回避するとかも考えましょう。まあ、これは簡単ですけど、ギアフレームを召喚して効果発動って言って、オーバードライブで破壊すれば効果が使えます。まあ、ちょっと非効率ですけどね、その場合は。で、はい、無力の証明。レベル、7以上のモンスターが存在するとき、相手フィールド上の存在するレベル5以下のモンスターすべて破壊するということです。劣化カーネルなんですが、これの一番重要な点は、ターン制限がないということです。2枚3枚あったらこれが使えるということ。まず、これがある場合は、カーネルがいたとしましょう。で、無力の証明がある。どっちを先にとなる場合、無力の証明から使います。はい。なぜなら、レベル5以下のモンスター、リンクモンスター、エクシーズモンスターなどがいる、この、昨今の事情の中で、無力の証明が、後半になって生きることは多分あんましない。よほどのことがない。やはり序盤でもパッパと使い捨て感覚で打っていいと思います。相手からするならば、何それ無力の証明ほんまはカーネルに何かを打たしたかったんやなと思ってるところをこれになんとかする。
ただ当たり前ですが、ミラーで意味がないですし、他にもジャックナイツとか相手にするとレベル5以上になってしまうので意味がなくなってしまいます。ギルスに打つとかなくなってしまいますので、そこら辺はもうデッキを見て使うんですね。あくまでもデッキを見て使う。はい、じゃあちょっと解説が長くなっちゃったな。じゃあサイドとエクストラ行きましょうか。ならんわ。はい、それじゃあサイドエクストラの紹介になります。まず、一言言っておきますと、エクストラがかなり適当です。なので、まあ合金専用なので、そんなにほど重要なカードを、エクストラに入れていくと何の意味もないということなので、個人的にはもうサイドとかで使うようなカード、あるいはもう緊急避難用の、でエクシーズ、またはなんでしょう、輪行しなければならないような状況を多めに入れて、構築しています。それだけはご了承ください。はい、まずはいきます。ドレイマンフェニックス2枚、カオスソルジャー、混沌の戦士カオスソルジャー2枚、バレルロードドラゴン1枚、ディンギルス2枚、 VFD1 枚、グスタマックス1枚、ジャガーノートリーベ1枚、ヌアチノドラゴン1枚、スターウェイのフュージョンドラゴン1枚、ドラゴスタベリア2枚、次に、サイドですね、アーティファトロンギング3枚、ニビルが2枚、超融合2枚、ツインツイスター3枚、ハーピーの羽根子1枚、虚無空間1枚、次元障壁が3枚以上です。次やっていきましょう。まずモンスター、エクストラモンスターなんですが、トロイメフェニックス、カオストリア、バレルロードドラゴンのリンク5枚です。リンクで欲しいカードがぶっちゃけた話、そんなにほどなかったです。まあ、アンガーナックルとかもあったんですけれども、別にエクシーズするというわけでもないので、ただそのためになんかそれをね、合金でじゃあ、エクシーズするためにね、レベル10を蘇生するようなエクシーズ、じゃあエクシーズ飛んでましたと話にならないので、で、どかずく言うと、フィールド上の、フォートレスをのかすためのリンク2、または、レベル7以上のね、モンスターを使うので、カオスソルジャーを中心に入れました。バレルドドラゴンはもう緊急避難用です。どうしても相手モンスターを奪いたい時とか、それ用です。次、ディンギルスが2枚は、これはもうエアレイダー2枚でしか出ることはないんですが、どうしても除去りたい場合とか、あるいはスキルドレニーを守りたい場合とか、スキルドレニーを守りたい場合は違うわ。とかね。まあ、レベル8でなんかモンスターがいないかなっていうところにこれしかないな。で、VFD は、メタルクランチが2枚ぐらいですね。どうしてもできなかったらやりましょう。で、グスタマックス、ジャガノートリベ、ここもまあいいでしょ。カーネルが2枚並んでるっていう風ですから、ぶっちゃけカーネルが2枚並んでる時だったら、ビートシャドウが強いわけですよ。当たり前だけど。もう決めに行く時ぐらいしかないわけです。で、合金を採用するとなると、これら2枚2枚とかやらなくなるんですよ。さらにもっとね、必要になってくるカードが多いので、もう1枚ずつで、もう飛んだら諦め。で、ドラゴン1枚、スターメイのフュージョンドラゴン、ドラゴンスタビリア、ここが超融合用ですね。いいでしょ。はい、じゃあサイドデッキ、アーティファクトロンギヌス3枚、ニビル2枚。まあ、このデッキだとね、まあ、ロンギヌスは言わずの方がなんですね。まず、指名者がきついということと、システムダウン用です。もうシステムダウンがマジで、システムダウンはケアしようがない。ほんとケアしようがない。すべてを持っていかれるので。システムダウンはケアしようがないので、もうこれはとりあえずニビルと、じゃあ、ワラシと合わせて3枚。で、ニビル2枚、ここもいいかな。で、超融合、ツインツイスター、ハーピーの羽根子。超融合はいいとして、ツインツイスターと羽根子はオルガ用ですね。伏せ割りをどうしても入れたかった。で、今だと、王宮の直面の裏目があるので、ライトニングストームよりかはツインツイスター。別にマシンなどの場合、ハンドコストそんな迷うものはないですからね。で、虚無空間次元消費。これは先行取った時用ですね。はい、以上になります。ちょっとね、エクストラとサイドはね、駆け足でやってしまいましたね。まず、一つ言えることはですね、マシンナーズの場合、スキルドレーンを維持することはもちろん重要っちゃ重要なんですけれども、じゃあそれにばかり頼っていると、自分の首を絞めるので、神とかはあえて入れていません。あくまでもスキルドレは、補助手段とか。あれば強い補助なんですけれども、メインはそこじゃないよということです。で、必要、強いの。まあ、最初の展開はね、多分みんなが思うより雑になると思います。メタルクランチ召喚して、エアレイダー効果で出してエンドみたいな、そんな感じになると思う。それ以外はハンド誘発でなんとかする。それぐらいしかやることはない。多分まあ、あれですね、YouTube で動画上げるんだったら多分ね、展開をね、やったら、まあ、スターシップオペレーターズのルートだとか、そんないっぱいあったんですよ。いっぱいあったんだけど、やっぱなんか違うなって。なんか僕じゃないなって。どうせ、お前が、ワクテカだよ。ワクテカが操りきれなかったりとか、ワクテカがなんか違うなと思ってるものをみんなに紹介するのはなんか違うんじゃないかと思って。僕、これが好きなんだと。僕は展開系が苦手なんだと。罠をセットしてみんなで殴る方が好きなんだと。そういうのをみんなに知らせてみたい。地味と言われようとも人気がなくなろうと。僕はこれが好きだからみんなに知ってほしいと思ってやってるのであって。人気を取るためにやってるわけじゃないから。遊戯王が好きだから。はい、それじゃあ、ワクテカの、マシンナーズのデッキ紹介動画でした。
まあなんか結構ね、僕のツイートもなんかリツイートとかされてくれて非常にありがたいと思って、みんなマシンナス好きなんだねと思って、逆にそれが嬉しかったね。マシンナスに興味があるっていうことが嬉しかったです。昔のね、10年以上前のデッキが今この令和、年代が変わって、年号が変わって、こうやってね皆さんに、知らしめているというのが自分的にはとても嬉しかったです。はい、ワクテクでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。